いいえ、じきに見えてくるわ。それまではせっかくだから。綺麗ですね。そうね。一歩一歩シズマ様の別荘に近づいていく。シズマ様の話、もう一人のエトワールの話を私は聞きたい。でも、いただきましょう。ん？玉尾さんのそれ。美味しいわね。はい、美味しいです。いちご社に戻ったら玉尾さんにお礼を言わなくては。本当にごめん。一緒にもみじ狩りに行こうって約束したのに。渚ちゃんは、シズマ様のお話が聞きたいんですね。あの子とここで過ごした、短い夏の日。でも、思い出はいつまでも。降り積もる落ち葉のように。静かですね。誰もいないから。誰も？この辺りはずっと別荘の敷地なの。私と渚だけよ。この景色も二人だけのもの。もう一人のエトワールとも、こうやって二人で。いけない。走るわよ。あそこよ。開けてくれる？はい。2年ぶりだわ。
少し待っていて、シャワーの準備をしてくるわ。これ使って。あの、シズマ様は？シャワー。心配してくれてありがとう、ナギさん。大丈夫よ。私は2階のシャワーを使うから、ゆっくりとシャワーを浴びなさい。そして話すわ。気が立ったわ。ごめんね。なぎさん、コーヒー飲むでしょ？シズマ様、その不思議だったんです。どうして私に？あなただからよ、ナギさん。シズマ様、ナギサちゃん、遅いですわ。ひどい嵐だわ。帰れそうもないわね。え？今夜はここに泊まりましょう。ここに泊まる？明日帰ればいいわ。朝には嵐も過ぎるでしょうから。そうですか。でも珠緒ちゃんが心配するだろうし、それに外泊の届けも。みゆきに連絡しておくわ。シズマ様と二人きり。ありがとうございました。今日は帰れないそうよ。そんな。
入って。この部屋今は誰も使ってないわ。あの子が使っていたの。あの子、もう一人のエトワール。その子の名は香織。香織さん。そう、桜木香織。桜木香織。生きていれば渚と同じ年よ。ここは香織の部屋だった。香織さんの部屋。これからする話にふさわしい部屋だわ。あの時、こんな嵐の夜だった。あの時、私たちが愛し合った時。いいえ、愛という言葉は正しくないのかもしれない。今となっては本当に愛だったのか、それとも同情だったのか、私には分からない。それでも間違いなく私たちはお互いを必要としていた。シズマ様、私聞かなくちゃ。シズマ様がちゃんと話をしてくれているんだから。でも香織は、あの時から世界は色あせた。色を取り戻してくれたのは渚、あなたよ。渚が来てくれたから私は再び立ち上がれそう。渚が来てくれたから私はまた。私もシズマ様と出会ってから。着替えてくるわ。長い話になるから。それにこの格好のままってわけにはいかないでしょ。渚の着替えも持ってくるわ。そんなに心配しないで。私はもう大丈夫だから。あの子なら、渚ならきっと。大丈夫だから。シズマ様。もう大丈夫。あ、渚。シズマ様。すぐ着くわ。渚、着替えを持ってきたわ。
シズマ。
シズマは？ごめんね。渚ちゃん、渚ちゃん、渚さん、渚ちゃん、渚ちゃん、待っていて、人を呼んでくるわ。シズマ、あなたはまだ。冷え切った体に必要なものは熱いシャワー、温かい飲み物、そしてぬくもりのあるベッド。渚ちゃん、何か飲みたいものはありますか？ねえ、たまおちゃん。それじゃあ今晩は温かいココアにしましょう。渚ちゃんがよく眠れるように。ねえ、たまおちゃん。それからベッドの毛布を1枚増やしますね。渚ちゃんが風邪をひかずに済むように。次回、ストロベリーパニックリフレイン。ゆっくり眠ってください、渚ちゃん。